成人式の写真がツイッターで話題になっています。投稿したのは自衛隊宮城地方協力本部のツイッターアカウント。写真は南極観測船しらせの乗組員たちで、手前左から2人目3人目の2名がこの時成人式を迎えた人たちのよう。この時は写真の通り南極の雪の上での撮影になったそうですが、一昨年は甲板の上で行われたそうです。なお今年の南極観測船しらせは昨年11月11日に乗員175名を乗せ東京を出発し、目的地となる昭和基地には1月12日に沖合約 500m の定着氷に接岸しています。今年も乗組員の中に成人式を迎える隊員がいれば、こんな風に成人式が行われたかもしれませんね。